チャオ、あっちゃんです。今日は12月の17日月曜日です。今日のあっちゃんの朝ごはん、パン。昨日作ったね、きのこの佃煮、甘さのない佃煮ね。これをね、どーんと豪快に置いて、広げていきましょう。ソース代わりにね、佃煮でいきます。で、きのこだけでも十分やねんけど、タンパク質、ハム、タンパク質、チーズ。パンにはね、チーズが一番相性いいんで、パンとチーズの組み合わせは体にいいんやって。ほんまか知らんけど、うん、ちゃんはチーズが好きやから乗せます。これでオーブンでオーブントースターで焼きます。はい、焼けました。コーヒー入れよう。コーヒー、腰がほんまに痛い。一日できるかな、いろいろ片付けまた中断や。で、入れましょう。で、コーヒー、ではいただきます。ちょっと今日声が出にくい。できるだけね、かぶらんように毎朝トースト、毎朝違うね、まあ、あっちゃんレシピかぶらんようにやってんだけどね。美味しそうや。きのこ美味しいね。昨日、一昨日、ずっと昨日一昨日か1年ぐらいかかってずっと悩んできて、土曜日のライブでなんとなく自分の中で答えが出て、昨日一日自分見つめ直してんけどね、
何をやっていいのかわからない。でも自然体な自分でいいんちゃうのって、なんで裏チャンネル作ったんやろって思ったら、やっぱり裏チャンネル見てくれとる人やったら知ってると思うんだけど、表チャンネルとは全く違うあっちゃんやと思うね。あれの裏チャンネルの方がほんまのあっちゃんかなって自分では思うんだけど、のあっちゃんのね表チャンネルがなんか自分の思ってる方向じゃない。だから自分を出す、自分を表現するっていうのが YouTube だから、最初ねこんな何も面白くない、ただただご飯食べてただ喋ってるだけのあっちゃんね、うん、応援してくれてたんやろなって。だから何年かけて変わった変わったって、悪い方向に変わっていいんやろなって。だから自分で自分が違うなって思って穏やかな裏チャンネルを立ち上げたくなったんかなって、なんかそんな気がする。うん、この話別にするわ。パンツ見ながらする話しちゃうしね。私はいろいろありすぎて、いろいろありすぎて、だよね。だからね、テンション低いのごめんね。でも喋ってしまうとネガティブになってしまう。いや、ポジティブにいろんなこと語れる。分からへん、今の自分が分からへん。
でも着実言えるのは一歩ずつ前進んでる気がする。もう年末に気づけてよかった。吐き出すことや、自分の中に溜め込まないことや。思ったことを話すと誤解を生む。勝って言って話さへんで溜め込むと誤解を生む。そうやったら正面からぶっちゃったって話すことかな。いろいろ見えてきた気がする。ちゃんはやっぱり全力全開で自分を表現して生きることやなって、って言ってきた中でほんまに全力全開で生きてたんかなと思ったらそうでもない気がする。だから、まあね、今気づいたら変わるしかないんだよ。美味しかった。きのこの佃煮ね、もっとね味濃くてもいいかも。あの結構醤油控えめでねあっさり系で作ってんけど、もっともっと醤油足してっていうか水なしで醤油で煮詰めるぐらいでもいいかも。かれ昆布があったら美味しかったかもわからんけどね。みんなの体操の時間だったよ。人間国宝さん、はい、10時です。今日もね、ごちそうさま、美味しかった。またいろいろちょっとねみんなにお話しする。ちょっと心と頭の整理がついたらお話しします。はい、ということでいろいろね思うこともあったり言いたいこともあったりいろいろあんねんけどもね、なかなかいつもみたいに頭を整理せず感覚で喋ってたら誤解無視ね。勝ちです。やっぱり台本作ったら苦手やし、台本作ったらあっちゃんらしくない。ねいろいろねある台本作った方がいいっていう説もあるんやけど、あっちゃんは違うと思ってんねん。やっぱり台本作ってそれは確かに話しやすいかもわからへん、とあるねなんかそういう系の YouTuber さんがいて、おすすめに上がってきたんね。で見ててその YouTube の話し方みたいなとか、ね、伸びるチャンネルみたいなのを一生懸命やってる人がいて、それチラッと見たらなんか言ってることがあっちゃんのやってること真逆なことやってんね、あっちゃんねダメなチャンネルって言われてんね、ダメなチャンネルの例っての全部あっちゃんなんて当てはまってんのよ、台本を作れ、あとなんだジャンルを絞れ、あとなんだ、そういうねセオリーをぶち壊したいね。あトイレの神様の人や、ね、そういうね一般的な常識違うと思うと思ってぶち壊していきたい。でも確かにねやった方がやらへんよりやった方がいいことっていろいろあるし、まあそれもためになるなと思って、だからその人を否定するんじゃないけども自分のやり方を貫いてこのチャンネルが伸びるのか伸びひんのか、やっぱり人のいいなっていう意見
だけ取り入れて、の伸びひんかった時に言い訳にしたくないから、自分のやりたいことを貫いて、でそれで伸ばした時にこのやり方もあるんだよ。世の中やり方なんて何千通りってあんねん。これ理系のって言うんだけど、理系っていうのはどんなやり方してもゴールにたどり着く。文系もそうやと思うねん。どういう取り方もある。何でも一緒。世の中って答えは一つじゃないんよ。やっちゃん思うよね、うん、だから答えは一つじゃない。いや、経過も一つじゃない。結局そこやねんね。ある一本軸だけぶれへんかったら、絶対に自分を貫いた時に成功するとは言い切れへんねん。だってそれが正しいかどうかって分からへんから。ただ成功した時に自分のやり方で貫いてよかったな。失敗した時に他人の意見聞いて失敗したんやって言い訳してしまう。で自分の意見貫いて失敗したら、やり方まずかったやなって、じゃあやり方変えたらいいやんって反省ができる。でも成功した時には自信になる。で人の意見を聞いてね、確かに全く聞かへんわけじゃないけど、人の意見を鵜呑みにしてまんまそれに従ってやると、成功した時の成功例っていうのが自分じゃない、他人の成功やね。で失敗した時は他人の失敗やから責任転換できんね。でも自分でやってきて失敗したら、自分で責任取らんと仕方ないから自分で反省ができる。成功した時には自分の成功例として受け入れられる。だからあっちゃんはいろんな人の話を聞いていいなと思うことを取り入れる。それは誰が取り入れたんか、自分やね。でも やった方がいいって言われて、あそうやね、何でもかんでもはいはいはいって変わっとったら、成功したらしたって自分じゃない。やっぱりそうやって教えてもうたから成功したから、自分の成功じゃないわ。で失敗した時に人が言ったことで失敗して反省も何もない、うん、それは人それぞれだから。あっちゃんはそういう性格やから、だから自分で考えて自分で意見を聞いて取り入れていく、そのやり方でやっていこうと思ったんだよ。でね、こんな偉そうなこと言っても成功して初めてこの話を聞いてくるけど、今の段階でこんなこと言っとっても、何言うとんねん、成功してへんのにって言われて終わって終わりだから、そこで終わるか、数年後にやってたことが間違ってなかったでしょって言える自分になってんのか、その違いやね、うん、それはいろんな経験をしてきて、いろんな体験、成功例失敗例経てきたから分かるって自分では思ってね。だからこの年になってね、うん、ね、新たなチャレンジやねんけども、 YouTube でこれから一生懸命やっていくって決めたじゃん、まあ、ここで喋ってしまうとね、次の動画撮るバイタリティが今ないの。だからもしかしてこの話はここで終わっちゃってるかもわからへん。いつか撮るわって言っとっても撮れへんかもわからへん。なんかこう今日は虚脱感っていうのかな、さあ動画撮るぞっていうモチベーションにつながってないね。でちょっと休憩充電期間かもわからへん。ちょっと充電した方がいいのかなって自分で今思ってるんだけどね。さあここで充電期間に入るのか、いやここで奮い立たしてる動画を撮るのか、それはこの後あっちゃんがどうするか、この次にその動画が上がったら、ああモチベーション保ててんなって、動画上がらへんならまだ充電中かって思ってください。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん、何だっけな、キノコの佃煮トースト、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。